さあ今日はですね、 YZF-R7 立ちこけするとこうなるの動画でよかったでしょうか。はい、というわけでですね、まあちょっとまず事前にどんなことがあったかというお話だけしておくとですね、まあ、林さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がですね、うちの R7 で立ちこけをしたっていうただその時に私が立ちこけしそうになって必死でこかさないようにもがいてる様を見ながら笑いながらこけていったっていうエピソードでございます。そしてですね、さらに一応本人の言い訳もここで発表しておくんですけど、いや倒す直前まで超粘ったんですよだそうです。さあそんな立ちこけした R7 ちょっと見ていきたいと思うんですけど、林さん無事ですよね。無事どころかね、元気いっぱいですけど、はい、そんなわけでですね、こんな感じになっております。見ていきましょう。ここにガサガサっていう傷が入りました。はい、ここにもカサカサっていう傷が入りました。ここにもカサカサっていう傷が入りました。そしてここボキャッつってプランプランです。はい、でこれがここでカーってなったおかげでここにガサガサになってますねそして、ここですね、ここもなんか石かなんかあってゴリリってなってますね。なので、まあ、ちょっとざっと見た感じそんな感じなんですけど、今回はここはもう変えましょう。ここは変える。そしてここも変えましょう。もう気分悪いから。はい、でこのボギーも変えますよ、これも。ただここは別にいいかなっていう気持ちになってて、あとこれはもう別のものにするけど今日は物がないからもういいやっていうのと、はい、ここはもう無視ですね。いいよこんなのっていう、どうせ走ってりゃこうなるんだっていうところですね。ある程度傷残しとかないと思い出が語れないので、後でほら治りましたよ林さんっつって、あ本当ですかっつって、よかったですっつった時、こここのまましといて思い出にっていうと、もうやめてくださいよっていう楽しみ方もあるのでやっぱりですね、全部直しちゃうのもちょっとどうなのかなので、まあそんな感じでやっていきたいなというふうに思っています。さあいきますよ。新品パーツは取れております。あっという間にほら、もう帰ってきた日に頼んだんで、はい、こうなることが分かっていたので、早速やっていきましょう。まずはここから取るんだったと思います。特に今日も自分のところのバイクなんでフィーリングでいこうと思ってるんで、マニュアルとかは見ません。はい、まあ、ここ取ったここ取った、あとここですね、これ指で押せるんですよ。ほら知ってました、まあ、知ったところでなんだっていう話もあるんですけど、あっち行きましたそれ行ったんだそれ。っていうかね、ここは行かない指で。ここ割と何て言うんですかね、行くバイクが多いんですけど、うん、結構指でピッピッピッって行っちゃうんですけど、ここなんか行かないですね、硬くて行かねえんだな。裏がゴムだからですねこれね、はい、というわけでこうやったらこれ後ろにスライド、あ前ですね、前にスライドで確か外せるはず。ほら1個取れましたね部品がね。で次がですね、ここですね、ここ取りましょう、どうせ取るから。でこのカウルにここ確かこれでね、はい、カプラがくっついてるんで、これもえいって落としておきます。はい、でこのカバーを外してよいしょ、下のカバーいきましょうか、ここですね、ここを外して、なんかよくわかんないですけど、ここが盛り上がってたおかげでここ当たんなかったんですね。まあ、当たったからって多分そんな高くないと思うんですけど、ただ当たんなかったんだなっていうのが、ああ林さんのおかげか、感謝しなきゃよくやったっつって、はい、ただやっぱりね、怪我しないのが一番なんで、別にどうでもいいんですけどね。もう大体バイクで遠くに行くなんて転びに行くようなもんですから、はい、転ぶから面白いですからね、転ばなかったらもうつまんないんで、ね、危なかったって言いながらハラハラするのもまた気持ちが揺れるから面白いんですよね。まあもちろんそう言いながらもこけたくはないですけどね。転ばなくても楽しいですからね。そうですね、転ばなくても楽しいですよご存知の方も多いと思いますが、転ばなくても楽しいです。転んだ方が楽しくないかもしれないもう全音撤回になってますけど、はい、転ばない方が楽しいかなさあ今七郎くんが CL250 デビューとかいう記事を読んで遊んでる間にですねここを外しました。こことこの裏側にあった何本かプラスチックのネジ取ってますね。はい、であとはこの状態で、ここをこういう感じで取れますね。はい、はい、これ取れました、ね、こうガサガサですね。で次がここですね、ここ外します。これ整備講座じゃないんで真似してボギーして文句言ってこないでください。まあさすがにもう今の時代平気だと思いますけど、
ここですね、次で、ウィンカーの線がですね、さっきここポイって落としたこれですね、これがウィンカーの線なので、こいつをカプラーを外して、ここの爪をですね浮かせれば取れるので、こんな感じですね、外してこんがらがった配線をこっから取ってあげると、これでいけるんじゃないかな、確かこんなんじゃなかったっけ、よいしょ、で、そうですね、こんな感じで、あ、一本取り忘れてんじゃん、ここよし、はい、こんな感じで、あ、ここも一本取るんだっけ、あ、ここも一本取んなきゃダメですね、これ取んなくてもいけると思ったんだけど、ダメでしたねさあ、これでですね取れましたね、はい、こんな感じになってます、これがあの壊れたカウルたちですねこんな感じになってます、裏側はね、もう最近親切だから、こうやってもうなんかここにあのクリップつけますよっていうところに、こうもうなんかテープ巻いてあったりするんですよ、うん、ご親切に、まあ、これ外してもしょうがないですけどね、どうせこれごと交換なんで、さあ新品来ましたよ、はい、はい、開けてみるとこんな感じですね、はい、お、ステッカーついてますね、頼んじゃったな、間違えて、もったいない、まあそんな感じですね、でこれをまあちょっと移植するんですけど、まずこれですね、このパーツと、こんなんもう古くなってきたら、これ前は金属だったんですけど今樹脂になってるんで、これももう古くなってきたら新品買っちゃってもいいかもしれないですけどね、まあ、このバイクはあまりにも新しいのでちょっと新品買うわけにいかないですけど、で、あとこの辺ですね、これ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 ですね、まあ、それをここに移すと、はい、移植します、こことここですね、はい、こんな感じです、何だこの黄色いのは、ん、それあのパチンってはめるための爪の引っかかりなんですよね、これパチンってはまるんだ、そうなんですよ、で、あとこことここにこれ、このカラーを抜いてゴムを取って移植して、で、あとは大丈夫かな、あとこれとこれですね、これとこれ、あとこういうのってよく見るとシールがついてたりするんですけど、こいつはなさそうですね、さあ続いてはウィンカーですね、まあヤマハ車なんでフラッシャーですね、フラッシャーをですね移植していきますよ、移植というか交換ですね、まあこんな感じで、まあそのままなんですけどね、そのままなんですけど、まあこんな感じではめていって、そしてで、はまったらこのプラスチックの板を持ってきてここにはめると、こういう感じですね、これで抜けなくなるんで、で、あのテープのところに合わせてこれをはめると、配線ですね、はい、まあ、こんな感じですね、で、まあ、ウィンカーの移設が終わった感じです、ここに、ここですね、まずここを前からはめて横をはめて、はい、で、こんな感じですね、はい、これ大体うまくいった感じですね、じゃあ今度はカウルのネジを戻しますよ、さっきのカウルのネジを外したやつですね、まあもうあとは来た道変えるだけなんですけどね来た道変えるだけなんですけど、まあこんな感じでここのプラスチックのピンをパチンと入れたりとかですね、あとはこの裏側ですね、プラスチックのピンを入れていく感じ、ここですね、はい、入れていく感じです、まあこの辺はね外した道帰ってきてるだけなのでなんてことないんですけど、下のカウルに行っちゃいます、こんな感じですね、お、ピカピカですねそりゃそうだ移植していきます、カラーを外してゴム取って、はい、こっち側にも同じものがあるのでカラーを外して、はい、さらにゴムを取ると、で、見ていくと裏側ですね、ほら、ここ、これありますね、これね、
で新品はもちろんついてないので、まずはさっき取ったゴムとカラーを移植して、これですね、ゴム入れて、やっぱでもバイクが新しいから整備気持ちいいっすね。簡単だから、なんかこうあれが取れない、これが使えたっていうのは全然ないんで、分解したら砂利が落ちてきたとか全然ないんで、もうどんどんただ単に組んでいくだけっていうこの快適さで、2個並べてみましょう。こんな感じになってます。足んないのはやっぱこれですね。これがないですね。それをですね、まあこんな感じで同じものですね、貼っていきます。はい、これでマフラーのところですね、当たっても大丈夫というものでしょうね。はい、さあこれくっつけますよ。はい、はまりました。ボルトをはめていきます。さあというわけでですね、修理が終わりました。まあめっちゃ簡単ですね、パネル2枚変えてるだけなんで。というわけでですね、まあこんぐらい変えとけば、まあ細かい傷どうでもいいかなと思うんですよね。もう本人だけしか気がつかないようなものになってると思うので、まあ、そんなわけでですね、今回の動画はこれでおしまいという形になるんですけど、まあ、せっかくなんで金額の発表をしましょうか。まずパネル4、14,410円ですね。はい、14,000円だからこっちですね。これが14,400円、410円か今現在の段階でね。そして、パネルアッセンブリー2、ここですね、ここが、22,330円ですね。高いですよ。はい、そしてフロントフラッシュライトアッセンブリーウインカーですね、5434円です、これ。はい、でさっきちっちゃいシール貼ったのが187円、まああの、あと間違えて発注したエンブレムが1716円という形になっております。合計金額はですね、今ちょうど皆さん見てるテロップに流れてると思うんですけど、はい、というわけでですね、それぐらいの金額がまあかかったと、今回の転倒によってですね、はい、いう感じになります。まあ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 そんなもんですよね、フルカールのバイクなんで、はい、というふうに思います。まあ安いっすよ。昔はこの面1枚5万しましたからね、メイドインジャパンの頃は。はい、そう考えると今これなんか2万いくらとかだったんで、やっぱ R7 って維持しやすいのかなとは思いますけども、そんなわけでですね、ピカピカに戻りましたね。まあこの損害額に関してはですね、林さんにまたですね、走行距離で払ってもらいましょうかね、動画に一緒に登場していただくという形の走行距離でですね、体で払ってもらう形にしたいなというふうに思っております。さあ番組の最後にですね、皆様に素敵なお知らせがございます。番組からプレゼントですね。はい、私がご発注した、はい、YZF-R7 のですねロゴステッカー、これをですね皆さん筆箱に貼ったりとかですね、これこれです、これ筆箱に貼ったりしてですね、あのぜひですね R7 を欲しいなっていう気持ちで見ていただいている方も多いと思うので、高めていただけたらというふうに思います。さあ今日の動画はそろそろおしまいですよ。応募はですね今流れているテロップに従ってくださいということでですね、今日はこの辺でお別れになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。